チルワースのルーカス男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。実業家にして労働党の政治家、ジョージ・ウィリアム・ルーカスは1946年6月27日に、連合王国貴族として、サウサンプトン州チルワースにおけるチルワースのルーカス、男爵に除された。彼は、助爵の後、アトリー内閣下で自重たる議員や国王親衛隊。 会長職を歴任している。二代男爵は、父とは異なり保守党の政治家として活動した。サッチャー政権下においては、貿易産業政務次官を務めている。その後は二代男爵の長男サイモンが男爵位を継承した。彼が、現在も男爵家投資を務めている。なお、中シリア英国大使を務めた、外交官、アイバー・ルーカス。 ありがとうございます。